次に日程第15、議案第13号、松阪市過疎地域自立促進基金条例の制定について、日程第16、議案第20号、松阪市行政組織条例等の一部改正について、日程第17、議案第36号、新市建設計画の変更について、日程第18、議案第37号、松阪市過疎地域自立促進計画の変更について、以上、議案4件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。議長、はい、利益企画振興部長。ただいま上呈されました議案4件につきまして提案理由のご説明を申し上げます。まず議案書1ページの議案第13号、松阪市過疎地域自立促進基金条例の制定について、議案書80ページの議案第37号、松阪市過疎地域自立促進計画の変更について、につきましては関連がございますことから、一括してご説明を申し上げます。議案番号の順番は後になりますが、議案第37号、松阪市過疎地域自立促進計画の変更についてでございます。議案書の80ページと本日お配りいたしました政策等の説明資料の1ページおよび別冊の議案第37号資料、松阪市過疎地域自立促進計画変更案をお願いいたします。本議案は過疎対策事業債の過疎地域自立促進特別事業分、いわゆるソフト分について、新たに過疎地域自立促進基金を設置し、積み立てていくに際し、過疎地域自立促進計画を変更するものでございます。現行の松阪市過疎地域自立促進計画は、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定に基づいて、平成28年度から平成32年度までを計画期間として策定しております。これまでも飯南・飯高管内につきましては、この計画に基づいて、過疎対策事業債を活用し、各種過疎対策事業を実施してきたところでございますが、新型コロナウイルス禍により、先行きが不透明な中、こうした急激な社会変化に対応できるよう、より柔軟で自由度のある財政運用を目指すことと、令和3年度に制定が予定されている新過疎法においても、飯南・飯高管内は引き続き過疎地域として指定される見込みであることから、令和2年度から過疎対策事業債の過疎地域自立促進特別事業分、いわゆるソフト分を基金として積み立てていくものでございます。基金を設置するにあたりましては、現行計画に新たに事業名や事業内容を追加する必要がありますため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定により、議会の議決が必要となっております。なお、過疎地域自立促進計画の変更につきましては、あらかじめ県知事との協議を行っており、今議会への提案となった次第でございます。次に、計画の変更内容のご説明をいたします。議案書81、82ページの新旧対象表と、合わせて別冊資料の49、50ページをお願いいたします。10、その他地域の自立促進に関し必要な事項の、括弧2、その対策の冒頭部分に、下線部分を挿入し、括弧3、事業計画、平成28年度から平成32年度の項目と表を下線部分のとおり追記いたします。また、事業計画、平成28年度から平成32年度、過疎地域自立促進特別事業分の表に、その他地域の自立促進に関し必要な事項として、下線部分を追記いたします。続きまして、議案第13号、松阪市過疎地域自立促進基金条例の制定についてでございます。議案書の1ページ、政策等の説明資料については、引き続き1ページをお願いいたします。本議案につきましては、先ほど申し上げました趣旨のもと、
令和2年度から過疎対策事業債の過疎地域自立促進特別事業分、ソフト分を積み立てる際の基金であります松阪市過疎地域自立促進基金を設置するための内容を定める条例を制定するものとなっております。第1条は本条例の趣旨規定でございます。第2条以下に積立額、基金管理、運用益金の処理、基金の処分、繰り替え運用など基金の内容について定めております。付則といたしまして、施行期日は交付の日から施行するものとしております。続きまして、議案第20号松阪市行政組織条例等の一部改正についてでございます。議案書の10ページを、また本日お配りいたしました政策等の説明資料の8ページをお願いいたします。本議案は市民ニーズに効率的かつ効果的に応えられる行政組織体制について検討した結果といたしまして、組織の改変を行うことから、松阪市行政組織条例および松阪市廃棄物減量等推進審議会条例の2本の条例につきまして一部改正を行うものでございます。まず第1条の松阪市行政組織条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。昨今の新型コロナウイルス対策などにおいて、秘書広報課が担います秘書業務、危機管理業務、広報広聴業務のそれぞれの重要性がこれまで以上に高まってきている状況がございますことから、秘書広報課の秘書係を秘書課、広報広聴係を広報広聴課として独立させ、組織強化と業務分担の明確化を行い、両課を統括する局として市長直轄の秘書広報局とするものでございます。続きまして、第2条の松阪市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正についてご説明を申し上げます。今回の組織の見直しにより、廃棄物減量等推進審議会に関する業務を清掃政策課から清掃施設課に移管することに伴い、松阪市廃棄物減量等推進審議会条例に記載のある事務担当を清掃政策課から清掃施設課に変更するものでございます。なお、本議案のほか、組織改編につきましては、松阪市行政組織及び権限規則などの、規則等の改正で対応させていただく予定でございます。続きまして、議案第36号、新市建設計画の変更についてでございます。議案書の76ページを、また本日お配りいたしました政策等の説明資料の14ページ、および別冊の議案第36号資料、新市建設計画変更案をお願いいたします。本議案は、本市における市民の連携の強化、および地域振興に要する、失礼しました。地域振興に要する経費の財源の確保を目的とし、新たに合併特例事業債を主たる原資とする松阪市未来投資基金設置による積み立てを行うことに伴い、新市建設計画の一部を変更するもので、変更には旧市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定に基づいて議会の議決が必要となっております。なお、新市建設計画の変更につきましては、あらかじめ県知事との協議を行っており、今議会への提案となった次第でございます。改正内容につきましては、議案書77ページの新旧対象表と合わせて、別冊資料の41ページをお願いいたします。8、財政計画の歳出、括弧後積立金を下線部分のとおり追記し、それ以下の項目番号を繰り下げております。また、42ページの歳入の表、歳出の表、それぞれ該当箇所を変更させていただいております。以上、簡単な説明でございますが、議案第13号松阪市過疎地域自立促進基金条例の制定について、議案第20号松阪市行政組織条例等の一部改正について、議案第36号新市建設計画の変更について、
議案第37号松阪市過疎地域自立促進計画の変更についての議案4件に係る説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。続きまして日程第19、議案第14号松阪市未来投資基金条例の制定について、日程第20、議案第19号松阪市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、日程第21、議案第21号松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、以上議案3件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。議長、はい、今度は人事財務担当参事。ただいま上呈されました議案3件のうち、はじめに議案第14号松阪市未来投資基金条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。恐れ入ります。議案書の3ページ合わせまして政策等説明資料の1ページをお願いいたします。本議案は合併特例事業債の基金造成分を活用し、本市における市民の連携の強化および地域振興に要する経費の財源の確保を目的に積み立てる基金を設置するものでございます。なお、付則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものとしております。続きまして、議案書9ページの議案第19号松阪市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてでございます。本議案は令和2年12月21日に閣議決定されました令和3年度税制改正の大綱におきまして、税務関係書類における押印義務の見直しの方針が示されました。提出者等の押印をしなければならないとされておりました地方税関係書類で、令和3年4月1日以降に提出するものにつきまして押印を必要しないということにされたわけでございます。これによりまして地方税法第423条の規定により設置しております松阪市固定資産評価審査委員会に対する審査申し出の手続きにおけます押印義務を廃止しようとするものでございます。具体的には審査申し出書にかかります押印義務を規定しております本条例第4条第4項を削るものでございます。なお、付則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。次に議案書11ページの議案第21号松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。本議案は複数の部局におきまして委員等の追加を行う必要が生じましたことから、条例別表の議案書及び新旧対象表に記載のとおり改正を行うものでございます。具体的には企画振興部におけます総合計画と評価委員会委員の追加及び子ども局におけます子ども発達総合支援センター委嘱委の追加でございます。まず総合計画と評価委員会委員の追加でございますが、本日お配りいたしました新旧対象表1ページおよび政策等の説明資料9ページを合わせてお願い申し上げます。当委員につきましては、令和2年度に松阪市総合計画を策定したことに伴い、これまで行ってまいりました内部評価に加え、令和3年度より新たに総合計画等評価委員会を設置し、総合計画等の進捗状況について外部からの意見を求める予定をしておりますことから、当委員会の委員報酬日額7000円を新たに定めるものでございます。次に子ども発達総合支援センター嘱託委の追加でございますが、新旧対象表1ページおよび政策等の説明資料10ページをお願いいたします。令和3年4月1日から松阪市子ども発達総合支援センターが児童発達支援センターへ移行することに伴い、指定要件人員基準であります児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員
設備及び運営に関する基準第6条及び松阪市子ども発達総合支援センター条例施行規則第8条の規定により、嘱託医の配置が必要となることから、当センターの嘱託医報酬年額218,000円及び内科検診1回につき利用児童1人195円を加算する規定を新たに定めるものでございます。なお、付則としまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。以上、議案3件に係る、提案理由のご説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。次に日程第22、議案第19号、松阪市、議案第15号、松阪市三重松阪マラソン応援基金条例の制定について、日程第23、議案第18号、松阪市嬉野ゲートボール練習場条例及び松阪市雲津川河川敷グラウンド条例の廃止について、日程第24、議案第33号、松阪市公民館条例の一部改正について、以上、議案3件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。中田教育長。ただいま条例、されまし、上程されました議案3件につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。まず、議案第15号、松阪三重、松阪マラソン応援基金条例の制定についてでございます。議案書の4ページをお願い申し上げます。合わせて政策等の説明資料の3ページをお願いします。本議案は、市民のスポーツを振興し、体力と健康の増進及びスポーツを通じた地域の活性化を図るため、実施する三重松阪マラソン事業に必要な財源の確保を目的に、ふるさと納税制度等により寄せられました当該事業に対する寄付金の適正な充当と効率的な管理を図ろうとするものでございます。付則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。続きまして、議案第18号、松阪市嬉野ゲートボール練習場条例及び松阪市雲津川河川敷グランド条例の廃止についてでございます。議案書の8ページをお願いいたします。合わせて政策資料等の説明資料の6ページ、7ページをお願い申し上げます。本議案は嬉野ゲートボール練習場及び雲津川河川敷グランドのスポーツ施設の廃止に関する条例であります。嬉野ゲートボール練習場につきましては、近年利用される方がいないこと、また、雲津川河川敷グラウンドにつきましては、台風等により冠水が頻発し、利用者の衛生環境には好ましくない状況であることなどから、地元自治会等との協議を重ねてまいりまして、当該スポーツ施設を廃止することとなったものでございます。付則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。続きまして、議案第33号、松阪市公民館条例の一部改正についてでございます。議案書の71ページをお願いいたします。本議案は、松阪市尾上公民館の新築に伴い、松阪市公民館の名称及び位置を定める条例の別表第1におきまして、公民館の位置を定めるものでございます。松浦武四郎記念館と複合する尾上公民館につきましては、今年度松阪山材をふんだんに活用いたしまして、木造平屋建ての新築工事を行いました。今後は、障害学習機能を含む地域の活動の拠点として、地域の住民の方々に長く愛される施設になることを期待しております。付則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。以上、議案3件に係る提案理由の説明とさせていただきます。
よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。次に日程第25、議案第16号、松阪市重度心身障害児福祉年金支給条例の廃止について、提案理由の説明を求めます。石川福祉事務所長。ただいま上程されました議案第16号、松阪市重度心身障害児福祉年金支給条例の廃止につきまして、ご説明申し上げます。議案書の6ページをお願いいたします。合わせて政策等の説明資料の4ページをお願いいたします。本議案の条例は、所得制限により、特別児童扶養手当および障害児福祉手当が支給されない保護者に対して、松阪市重度心身障害児福祉年金を年間6万円支給するもので、所得の高い方に対する扶助となっておりますことから、今回、本条例を廃止させていただくものでございます。なお、当年金は8月から翌年7月までが支給単位であることから、不足といたしまして、この条例は令和3年9月1日から施行しようとするものでございます。以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。次に日程第26、議案第17号、松阪市小津安二郎青春館条例の廃止について、日程第27、議案第34号、松阪市松浦高城記念館尾上コミュニティセンター条例の一部改正について、日程第28、議案第38号、工事請負契約の締結について、松阪市文化財センター収蔵庫新築工事建築、以上、議案3件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。以上、内山産業文化部長。ただいま上程されました議案3件につきまして、提案の理由をご説明申し上げます。まず議案第17号、松阪市小津安二郎青春館条例の廃止につきましてご説明申し上げます。議案書の7ページをお願いいたします。本条例につきましては、建物の所有者の意向により賃貸借契約の終了に伴い、令和2年12月28日をもって小津安二郎青春館を閉館いたしましたことから、本条例を廃止するものでございます。なお、これまで同館で行っておりました検証事業につきましては、松阪市歴史民族資料館2階の展示室において、令和3年4月より行う予定でございます。次に、議案第34号、松阪市松浦武四郎記念館尾根コミュニティセンター条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。議案書の72ページをお願いいたします。本条例につきましては、松浦武四郎記念館に併設されておりました尾根コミュニティセンターの隣接地への移転及び松浦武四郎記念館のリニューアルに伴い、一部改正を行うものでございます。主な改正内容につきましては、題名から尾上コミュニティセンターを削るなど、条例中において尾上コミュニティセンターに関する箇所について、議案書に記載のとおり改めるものでございます。付則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものとしております。最後に議案38号、工事請負契約の締結についての提案を説明させていただきます。議案書の83ページをお願いいたします。本議案につきましては、契約の予定価格が1億5000万円以上の工事請負業に該当いたしますことから、議会の議決にすべき契約に関する条例第2条の規定に基づき提案させていただくものでございます。内容につきましては、工事名は松阪市文化財センター収蔵庫新出新築工事建築で、指定文化財及び旧長谷川家の資料などを整理保存する施設として収蔵庫を新設するものでございます。契約方法につきましては、条件付き一般競争入札、契約金額は2億9700万円で、契約の相手方は松阪市中央町、
306番地の1、株式会社北村組、取締役社長、北村博文でございます。84ページをお願いいたします。工事請負契約の概要につきましてですが、施工場所は松阪市外郷町落ち内、工期は令和3年4月1日から令和4年9月30日まで、入札日は令和2年12月18日、契約の保証金は松阪市契約規則第31条第1項に規定する契約の相手方に該当することから、契約金額の 10% である2970万円でございます。入札の経緯と結果表は85ページの記載のとおりでございます。以上、議案3件の提案説明させていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。次に日程第29、議案第22号、松阪市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部改正についてお議題といたします。提案理由の説明を求めます。以上。はい、松下税務担当理事。ただいま上呈されました議案第22号、松阪市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の12ページをお願いいたします。この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長・発展の基盤強化に関する法律により、固定資産税の特例を定めたものでございますが、同法律に中小企業者であった承認地域経済牽引事業者の特例が令和2年10月1日施行として追加されたことによりまして、条ずれが生じたため、本文第2条中の第25条を第26条と改めるものでございます。不足でございますが、この条例は交付の日から施行するものでございます。以上、議案第22号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。次に日程第30、議案第23号、松阪市手数料条例の一部改正について、日程第31、議案第31号、松阪市市営住宅条例の一部改正について、日程第32、議案第39号、指導路線の認定について、日程第33、議案第40号、指導路線の変更について、以上、議案4件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。議長。伊藤建設部長。ただいま上呈されました議案4件について提案理由の説明を申し上げます。まずはじめに議案第23号松阪市手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の13ページから32ページをお願いいたします。この度令和3年4月1日より施行される建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律に関連した手数料額の算定方法が新たに国土交通省から示されました。本議案はこの法改正へ対応し、手数料額を新たな算定方法とするため、都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料を定める別表第5のその2その3および建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る手数料を定める別表第6について改正を行うものでございます。なお付則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものとしております。
続きまして、議案第31号、松阪市営住宅条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書の68ページをお願いいたします。本議案は、飯高町宮前にあります、老朽化が著しい宮前住宅が、令和2年8月に解体除却が完了したため、条例の別表第1、別表第2から宮前住宅の項目を削除し、松阪市営住宅の用途を廃止するものでございます。なお、付則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものとしております。続きまして、指導路線に関わります議案2件について、提案理由のご説明を申し上げます。それでは、議案第39号、指導路線の認定についてでございますが、議案書86ページ、87ページを、合わせて別紙参考資料の資料1から資料10をお願いいたします。道路法第8条第1項の規定に基づき、指導路線を新たに認定しようとするもので、同条第2項の規定に基づき、提案させていただくものでございます。新たに認定しようとする路線は、西区5号線、ほか13路線、記載のとおりでございます。路線の位置につきましては、参考資料の資料1から資料10で、対象路線の位置を示させていただいておるとおりでございます。新たに認定しようとする路線は、各資料の右下の判例のとおり、青色の矢印で記載しております。認定する理由は、開発行為により建設された道路、道路改良事業により整備された道路、および移管された旧県道などを認定しようとするものでございます。続きまして、議案第40号、指導路線の変更についてご説明申し上げます。議案書の88ページを合わせて参考資料の資料5をお願いいたします。道路法第10条第2項の規定に基づき、指導路線を変更しようとするもので、同条第3項において順用する第8条第2項の規定に基づき、提案させていただくものでございます。変更しようとする路線は、山室花岡6号線でございます。路線の位置につきましては、参考資料、資料5で示させていただいておるとおり、右下の判例のように、旧認定路線が黒色の矢印で、変更後の路線を赤色の矢印で記載してございます。変更の理由といたしましては、開発行為により整備された道路を組み入れ、終点を変更するものでございます。以上、議案第23号、議案第31号、議案第39号、議案第40号の議案4件にかかる提案説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。次に日程第34、議案第24号、松阪市国民健康保険条例の一部改正について、日程第35、議案第25号、松阪市介護保険条例の一部改正について、日程第36、議案第26号、松阪市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準条例の一部改正について、日程第37、議案第27号、松阪市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例の一部改正について、日程第38、議案第28号、松阪市指定許諾介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準条例の一部改正について、
日程第39、議案第29号、松阪市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法にかかる基準に関する条例の一部改正について、以上、議案6件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。園部健康福祉部長。ただいま上程されました議案6件につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。まず、議案第24号、松阪市国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。議案書の33ページをお願いいたします。本議案は、地方税法及び地方税法施行令等の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものです。それでは、改正の内容につきまして、ご説明申し上げます。第2条第2項で、基礎課税額の限度額を61万円から63万円に、第4項で、介護納付金、課税額の限度額を16万円から17万円にそれぞれ改めております。続きまして、低所得者世帯に対する国民健康保険税の、減額を規定した第23条につきましては、第2条の改正と同様に、基礎課税額および介護納付金、課税額の課税限度額をそれぞれ改めるとともに、令和3年度から施行されます税制改正により、給与所得者、公的年金所得者の所得が10万円引き上げられることに対応する形で、基礎控除額を改め、給与所得者等の人数に合わせた金額を加算することで、被保険者数に応じた均等割額及び世帯別平等割額の軽減区分判定を行うための基準所得額を改正するものでございます。また、付則第6号及び第7号につきましては、低未了土地等の譲渡にかかる課税の特例の創設により改めるものでございます。なお、付則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行し、改正後の松阪市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度分以降の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。次に議案第25号、松阪市介護保険条例の一部改正についてでございます。議案書の35ページをお願いいたします。また、施策等の説明資料の11ページをご参照ください。なお、12ページには、第8期所得段階別介護保険料一覧を添付させていただいております。本議案につきましては、第8期介護保険事業計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの第1号被保険者の介護保険料の見直しと合わせて、介護保険法施行令の一部改正に伴い、介護保険料にかかる所得費用の見直しがされたことから、所要の改正を行うとするものでございます。介護保険事業計画は、法令により3年ごとに見直すこととなっており、令和3年度からの3年間の介護保険給付費を推計し、また地域支援事業の推進を踏まえながら、適切な介護保険サービスが提供できるよう、諮問機関である松阪市高齢者保健福祉計画等策定委員会の答申を受け、介護保険料の見直しを行うものでございます。今回の介護保険の設定にあたりましては、後期高齢者人口の増加や、施設整備の影響、また介護報酬が平均で 0.67% 引き上げられることなどから、それに伴う給付費の増加が見込まれ、第8期介護保険事業計画における保険料基準額である第5段階の保険料を、現行の年額7万9680円から年額8万760円に改めようとするものでございます。それでは改正の内容につきましてご説明申し上げます。内容につきましては、議案第25号資料の
松阪市介護保険条例の新旧対照表によりご説明をさせていただきますので、新旧対照表の2ページをご覧ください。はじめに保険料率を規定しております第5条を改めるものでございます。介護保険法施行令第39条の規定に基づきまして、世帯の市民税の課税状況や本人の所得、合計所得などにより所得段階が区分され、所得段階ごとに保険料基準額に乗じる割合により決定されます。第8期計画の介護保険料については基準額の変更と所得段階を形成する所得基準について見直しを行い、負担割合については第7期計画を継承、現行の14段階を維持しつつ低所得者層への配慮として負担割合を軽減し、全体的に保険料の負担が過度に上昇しないよう配慮した設定をしたものでございます。第5条第1項第1号から第14号までは、第1段階から第14段階までの保険料率を規定しており、新旧対照表のとおり第1段階から第14段階の保険料率をそれぞれ改めるものでございます。合わせて租税特別措置法による低未利用土地の譲渡に係る課税特例の創設により、介護保険料の所得段階の判定に用いる合計所得金額から控除する特別控除を新たに追加し、保険料の算定を行うよう改めるものでございます。新旧対照表の3ページをお願いいたします。また介護保険法施行規則の改正により、国が示す第8期計画の所得段階を形成する基準所得金額の一部改正に伴い、松阪市においても国の変更を反映した所得要件に一部改正するものでございます。改正内容につきましては、第8段階と第9段階を区分する基準所得金額を現行190万円から210万円に、第9段階と第10段階を区分する基準所得金額を現行300万円から320万円にそれぞれ引き上げる改正をするものでございます。次に同条第2項として、消費税引き上げによる公費を投入して低所得者の方への保険料軽減を行うもので、令和3年度から令和5年度までにおける第1段階から第3段階の被保険者の保険料を引き上げる規定の整備を行うものでございます。新旧対照表の4ページをご覧ください。次に第8条第1項の合計所得金額の規定については、第5条第1項において規定されていますところから削除するものでございます。次に附則第7項から第9項の制定として、令和3年度から施行されます税制改正により、給与所得または、公的年金等にかかる所得の控除額が、一律10万円引き上げられることの対応措置として、前年の合計所得金額に給与所得または公的年金等にかかる所得が含まれているものの、保険料率の算定については、当該所得の合計額から10万円を控除していた額にすることで、従前と所得段階が変わらないよう、保険料の算定を行うものでございます。なお、付則としまして、この条例は令和3年4月1日から施行し、改正後の松阪市介護保険条例第5条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料についてはなお従前の例によるものでございます。続きまして、議案書の37ページをお願いいたします。次に議案第26号、松阪市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準条例の一部改正について、また議案書51ページの議案第27号松阪市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例の一部改正について、並びに議案書58ページの議案第28号、松阪市指定許諾介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準条例の一部改正について、及び議案書62ページの議案第29号、松阪市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部につきましては、厚生労働省令の改正を受けて、それぞれ国の基準に準拠されるための一部改正を行うものでございます。この4議案につきましては、感染症や災害の対応力強化を図るとともに、地域包括ケアシステムの推進、自立支援、重度化防止の取り組みの推進、介護人材の確保、介護現場の革新、および制度の安定性、持続可能性の確保を図ることなどを目的とするもので、改正する内容に共通する規定が含まれていますことから、まずはじめに各議案すべてに共通して改正を行う内容について、議案第26号により、包括的に主なものをご説明させていただきます。改めまして、議案書の37ページをお願いいたします。第3条第3項の追加は、高齢者の人権の擁護及び虐待の防止等のための体制の整備を行うことを求めるもので、第4項の追加は、介護保険と関連情報の適正かつ有効な活用を行うことを求めるものでございます。第31条は、虐待防止のための措置に関する事項について、運営規定に追加をすることを求めるものでございます。議案書38ページの第32条第5項の追加は、職場におけるハラスメント対策として、必要な措置を講じることを求めるものでございます。33条第3項の追加は、事業所内における感染症の発生及び蔓延を防止するために必要な措置を講じることを求めるものでございます。また、第3項第1号中、感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会の開催では、感染防止や多職種連携を促進する観点から、テレビ電話装置等を活用することを可能することとし、利用者の許諾を訪問して実施が求められるものを除き、各種会議、委員会等につきましても、同様にテレビ電話装置等を活用して開催することを可能とする措置を講じております。議案書39ページの第40条の2は、虐待の防止に関する規定を追加するものでございます。議案書48ページをお願いします。第10章雑則第203条は、電磁的記録等に係る規定を追加するもので、これまで文書により作成し、保存することを求めていた書面、並びに交付、同意、承諾等に係る書面について、電磁的な方法で対応することを認める規定を整備するものでございます。以上の規定につきましては、議案第27号から第29号において、準拠する形で規定の整備を行うものでございます。以上が4議案すべてに共通して、改正を行う主な内容でございます。次に議案ごとに改正する、これも主なものについてご説明申し上げます。議案書39ページに戻っていただきまして、第47条は、指定夜間と対応訪問介護の事業に係る人的配置基準の緩和を行うものでございます。議案書41ページの第59条の13は、指定地域密着型通所介護の事業に係る勤務体制の確保を定めるもので、第4項、後段の追加は、資格を有していない事業者に対し、従事者に対して、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じることを求めるものでございます。59条の15は、避難訓練や救出訓練等の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを求めるものでございます。議案書の44ページの
第9項の追加は、サテライト型、指定認知症対応型、共同生活介護事業所を新たに創設するための、規定を整備するものでございます。第111条は、サテライト型、指定認知症対応型、共同生活介護事業所の規定を整備することに伴い、本体事業所の管理の兼務要件の基準を整備するものでございます。議案書47ページの、第180条は、ユニット型指定地域密着型介護老人施設、福祉施設に係る、ユニットごとの定員数を緩和するものでございます。付則としまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものとしております。また改正後の規定により、新たにして地域密着型介護事業者に、義務を、追加する規定等につきましては、経過措置期間を設けるものとし、既存の従来型、個室的多床室の取り扱いについては従前の例によるものとしております。議案書の51ページをお願いします。次に、議案第27号、松坂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びにして地域、密着型介護予防サービスに係る介護の予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例の一部改正についてでございます。本議案は、指定介護予防認知症対応型通所介護、指定介護予防、小規模、多機能型、居宅介護および、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業の運営等に係る基準を定めるもので、議案第26号においてご説明申し上げました、強調する規定の改正を行う内容に加え、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護及び指定認知症対応型共同生活介護の事業に係る改正規定に準拠させるために必要な整備を行うものでございます。付則としまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものとしております。また改正後の規定により新たに指定地域密着型介護予防サービス事業者に義務を追加する規定につきましては、第2項から第5項の規定により令和6年3月31日までを経過措置期間とするものとしております。議案書の58ページをお願いします。次に、議案第28号、松坂市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び、運営に関する基準条例の一部改正についてでございます。第8条は、全6つ機関に、作成しました、ケアプランにおける介護、訪問介護、通所介護、福祉用具、対応及び、地域密着型通所介護の各サービスの利用割合及び各サービスの、同一事業者によって適用されたものの割合について利用者に対して説明し理解を得ることを求めるものでございます。議案書59ページの18号の3の追加は、区分支給、限度額、基準額に占める割合が高く、かつ訪問介護が占める割合が高いなどのケアプランを作成する居宅介護の支援事業者を事業所単位で点検検証する仕組みを整備するものでございます。付則としまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものとし、改正後の第17条第18号の2の次に1号を加える改正規定については令和3年10月1日から施行するものとしております。また改正後の規定により新たに指定居宅介護支援事業者に義務を追加する規定につきましては、第2項から第4項の規定により令和6年3月31日までを経過措置期間とするものとしております。議案書の62ページをお願いいたします。最後に、議案第29号、松坂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部改正についてでございます。本議案の指定介護予防支援事業所とは、地域包括支援センターが行う業務で、この指定介護予防支援事業が事業の運営にあたり、新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策の強化、勃発する災害などを想定した業務継続の取り組み、高齢者虐待の防止など必要な事項を定めるもので、議案
第26号においてご説明申し上げました共通する規定の改正内容に準拠させるために必要な整備を行うものでございます。付則としましてこの条例は令和3年4月1日から施行するものとしております。また改正後の規定により新たに指定介護予防支援事業者に義務を追加する規定につきましては第2項から第4項の規定により令和6年3月31日までを経過措置期間とするものとしております。以上議案6件の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。続きまして日程第40議案第30号、松阪市市町村整備型浄化槽の整備に関する条例の一部改正についてお議題といたします。提案理由の説明を求めます。村林環境生活部長。ただいま上程されました議案第30号、松阪市市町村整備型浄化槽の整備に関する条例の一部改正について提案理由のご説明を申し上げます。議案書の66ページを合わせて政策等の説明資料13ページをお願いいたします。本議案は飯南飯高管内浄化槽事業の今後の在り方検討委員会からの答申を受け浄化槽設置工事等にかかる制度の見直しを図りこれまで工事分担金を徴収していなかった専用住宅についても工事分担金を徴収しようとするものでございます。また合わせまして環境省関係浄化槽法施工規則等の一部を改正する省令が公布されたことにより本条例の題名及び条文内の用語について所要の改正を行うものでございます。改正の内容といたしましては第2条において設置工事及び更新工事について定義の規定を改めるとともに第6条の分担金の付加及び徴収について今後の浄化槽設置者に対し設置工事費の 10% の分担金を付加徴収するよう改めるほか所要の改正を行うものでございます。また本条例の改正に伴い関連する松阪市市町村整備型浄化槽基金条例および松阪市市町村整備型浄化槽減災基金条例につきましても題名および本文中の一部について所要の改正を行うものでございます。付則といたしましてこの条例は令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。以上提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。次に日程第41議案第32号、松阪市消防団条例の一部改正についてお議題といたします。提案理由の説明を求めます。はい、武田消防団事務局長。ただいま上程されました議案第32号、松阪市消防団条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書69ページをお願いいたします。全国的に消防団員は年々減少しており、本市においても減少傾向で、消防団員を確保するため、消防団への入団要件を拡充するとともに、消防団員が活動しやすい環境の整備が必要です。今回、総務省消防庁から団員確保に向け積極的に取り組むべき事項として提案されている機能別消防団員及び球団制度を導入するために条例の一部を改正する必要があることから提案させていただくものでございます。改正の内容につきましては、まず任用要件の拡充として現状で定めている本市に移住していることに加え、本市への通勤・通学要件を追加することです。これにより、転居等で市外に転出した団員でも、本市に勤務・在学していれば、
消防団活動を継続することができ、またこれまでは対象外であった市外から本市に通勤・通学している方の入団も可能となります。次に機能別団員については、従来の消防団員に比べて、活動内容を防火工法等に限定した機能別団員を導入することで、学生が消防団活動に参加しやすい環境を整備するとともに、卒業後も消防団活動を継続することが期待できると考えております。また、休団制度については、長期出張や家族の介護、育児等環境の変化等により、長期間にわたり消防団活動に従事することができなくなった場合に、消防団員の身分を保持したまま、一定期間の活動を休止することができる休団制度を導入することで、退団する必要がなくなり、消防団活動ができる環境が整った際に、復帰しやすい環境を整備することで、団員確保につなげていくものです。付則としてこの条例は令和3年4月1日から施行することと定めております。以上、どうぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。次に日程第42、議案第35号、松阪市水道給水条例及び松阪市公共下水道使用料条例の一部改正についてお議題といたします。提案理由の説明を求めます。西川上下水道事業管理者。ただいま上呈されました議案第35号、松阪市水道給水条例及び松阪市公共下水道使用料条例の一部改正につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。議案書の73ページから75ページをお願いいたします。本議案につきましては、時限立法である消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法が本年3月末で期限を迎え、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、一定の要件のもと、特例として認められておりました消費税抜きの価格表示が、4月1日以降は消費税額を含めた総額表示に義務化されますことから、この2つの条例の別表等に規定する使用料金を総額表示に改めるものでございます。改正内容として、第1条の松阪市水道給水条例の一部改正は、第23条第1項および附則第4項において、消費税率をかける規定と、別表第1の消費税込みである旨の注意書きを削除し、また、別表第2を税込み価格表示に変更し、記載のとおり改めるものでございます。次に、第2条の松阪市公共下水道使用料条例の一部改正は、第4条第1項の消費税率をかける規定を削除し、別表を税込み価格表示に変更し、記載のとおり改めるものでございます。なお、不足といたしまして、本条例は令和3年4月1日から施行するものとさせていただきます。以上、議案第35号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。次に日程第43、議案第41号、監査委員の選任についてお議題といたします。提案理由の説明を求めます。竹上市長。ただいま上呈されました議案第41号、監査委員の選任について提案理由を説明させていただきます。本日配布いたしました人事案件の議案書1ページをお願いいたします。現在、監査委員をお務めいただいています加藤京子さんの任期が令和3年3月22日に満了となりますので、後任として杉本徳夫さんを新たに選任しようとするものでございます。経歴等につきましては、2ページおよび3ページに記載のとおりでございます。本市の監査委員として適任と考え、提案しますので、よろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑ありませんか。はい、これにて質疑終わります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第41号は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第41号は委員会の付託を省略することに決しました。これより討論採決を行います。討論はありませんか。これにて討論終わります。これより採決を行います。議案第41号について同意することに賛成の議員の起立を求めます。はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって議案第41号監査委員の選任については同意することに決しました。日程第44号選挙第1号松坂市選挙管理委員および補充委員選挙についてお議題といたします。選挙第1号は地方自治法第182条の規定により選挙を行うものであります。お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦によりたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることに決しました。議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議長において指名することに決しました。お手元に配布いたしましたとおり選挙管理委員に新井正弘さん、岡田達也さん、山越はじめさん、浅井福美さん、選挙管理委員補充委員に河合茂雄さん、小坂久美子さん、久保清さん、高橋美幸さん以上の方を当選人と定めることにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました方が当選されました。なお補充委員の順序につきましては記載の順序にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって補充の順序は記載の順序といたします。以上の本日の日程は全部終了いたしました。お諮りいたします。明2月18日から24日までの7日間を休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって明2月18日から24日までの7日間を休会することに決しました。2月25日午前10時本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。